さんは、うん、黒さん細いとかの力かな。ダメだね、手待ち。なんとかして金を返してもらうとして、その時ちょっと取ってつけてやろうぜ、ね、飲みに行くっつったじゃん、せ最後にさ、あんまり、まあ俺らだけだったらあれかもしれないけど、みんな行くから大丈夫だろう。車で船じゃねえ航海士じゃねえんだから追い風だよ追い風ダメだし、この道離れろってことかと。ちゃう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 、追い風吹くよ。うん、最近なんかあのその飲みの流れだったらさ、うやむやにして関係修復できそうだしさ、最終手段だよ、 GoPro はいいからさみたいなこと言えば、借りが作れるみたいな。GoPro だよ、黒さん、杉ゆう子一緒に、俺は一緒に行ってねえしは、いや、杉ゆう子使う気だったし、GoPro だよ、いいよ、軽く。まあ、酒飲んでる時だったら、多分ちょっとした日本語のミスがあっても大丈夫だろうから。黒さん、結局あんま使う機会なく、黒さんに頼む機会あんまなかったし、それで頼むのは悪いかな。いやないよ、いや黒さん言ってたけど、いらないよって。多分黒さんここで一安心する。あの話言いたかったんだよ、そこまで言わねえんじゃないか。隠しとくんじゃないか、さすがそれな一本持ってたでしょ。まあ言いはしないだろうけど、それっぽい教授にはなる。まあ助かったって言いたいな。楽しいんだよな。
来たわって割と寄せだけできるようにですよ。お前が真っ先に死んだんだよな、あの顎は。あの顎フォンタも使えし、やっぱええ寄せちょっと見てる。フォンタ持ってねえんだよな。モバイルフォンタあんだけど、モバイルフォンタじゃない、なんか お財布フォンタみたいなあんだけどさ、ちゃんと使えねえんだよな俺。なんか偉ってんだよ。あ、マジで。残っています。選んでください。2000円。2000円。いらっしゃいませ。支払い方法を選んでください。そうそう、ちょっと向けとくか。カルピスソーダ。ふい。どんぐらい貯まるかな、2000円で。ふっふっふ。うわは本舗。その店内キッチンって何なんだろうな、毎回書いてあるけど、セイコーマートみたいなやつかな、なんかキッチンみたいなのって作ってコンビニ弁当みたいに売ってるってやつかもしれない。うん、ATM マンじゃん。どうすんのか、ちょっと俺下ろしてこよう。支払い方法を選んでください。